気持ちいい。はいはい。おお。おお、いてててて、勝て勝て。響く。これ鼻どうですかね。うんうん、左が、うんうん、左はもうちょっと、うん、今、うん、詰まってますね。今いやー。左がひどいですよ。なんか鼻の粘膜も結構あれですね、ちょっと腫れてるっていうか、よくなさそうに見えますね、はい。まあ、うん、結構鼻も噛んでるんで多分空いてると思います。最後にしてしまったので、はいはいはい、ありがとうございます。はい、すいません。どうですかね。いやー、でもすっきりですよ。ゆっくり起きてください。あー、いやー、じゃあ、はい、失礼します。はい、最後ね、まあ一応、うん、最初に比べるとほぐれて。
この際まで気持ちいい。むしろちょっとあれなのかもしれないですね。ちょっと気持ち的に緩んだので、はい、いいことなんですけど、やっぱそれまで我慢してたというか、緊張があって出てこれなかった体の症状が、あの土日頭痛になるみたいなもんで、あ、本当は出るべきだったものが、あんまりこう疲れすぎてると出ないっていうのがあって、あ、確かに、なるほど。で、今ちょっと良くなったので、体が反応が出てきて、というところかもしれないですね。じゃあもう乗り越え乗り越え。そうですね。乗り越えだけですね。ある意味まあ良くなっていく過程というか、まあそうですね。デトックスの過程。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい。あのタオルがちょっとシャギ生地のタオルだったんで、はいはいはい、ちょっとこれ黒だから目立つんで取ってきます。すいません。あの、いえいえ、すいません。そうそう、小顔手するちょっとタオルだったっす。はいはい、はい、それで落ちました。ありがとうございます。一番ありますか、取りましょうか。あ、こっちだ。はい、すいません。いい、全然大丈夫そうでしょうか。大丈夫ですか。感じで、すいません。いやー、すっきりしたー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。70分ぐらいやらせていただきましたけれども、お加減どうですか。いや、今日なんかね、もう、うん、うわーって感じで、もうすっきりしました。もうなんか前はなんかもう、はいはい、ありがとうございますって感じだったんですけど、そうそうそう、今日はもうなんかもうすごくリフレッシュって感じで、よかったです。よかったです。正直前回の時はなんかもう本当になんていうんですかね、まあ言ったら年取っちゃったみたいな感じ、なんかちょっと加齢臭っぽいのもあったりとか、ね、あのやっぱりもうどこをしてもすごい痛いとか、本当に支障が出てましたもんね。あの、自分で、自分の動画見るんですけど、うん、もう完全に病人ですよね。そうそうそう、病人。もう多分無理してやってたのが、もう全部もう無理ってなっちゃってたんですよね。あれちょっとね、異常ですね、自分で見ててもやっぱり。そう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 、いろんなことばかりだったましたもんね、はいはいはい、あ、これ忘れたとかあれみたいな、なんかうっかりが多くなったりもしてて、そうですね、ただもうキャパオーバー、ね、あー、もうパンパンでしたね。ですよね、はい、今だいぶの遊びが落ち着いてるっていう感じですかね。もうだいぶやっぱり 楽です。あ、顔の、ね、色も良くなりましたもんね。気をつけてるんですよ、まあ、やっぱり気持ちがやっぱ出ちゃうんですよね。そうですね、お腹でもうわーってこう感じの、いつもこの心躍る感じの、か今日マッサージ受けてリフレッシュしたっていうのがね、今日やらせじゃないです、僕そんな気分になるんで。ありがとうございました。また来月よろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。サンサーセラピーと徹夜でやってますので、はい、よろしくお願いします。安心してフリーマッサージも受けに行ってください。渋谷でね、はい、やってますんで、やってるんですよね。よろしくお願いします。はい、See you. グッドボタンと、お気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。See you. ありがとうございます。